はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。本日はストレッチにまつわるお話をしていきたいと思います。皆さん、例えば肩のストレッチをこういうふうに行っていて、肩が伸ばされてるのを意識してください、肩の伸びを感じてくださいっていうふうに言われることね、すごく多いと思うんです。現に、僕もねストレッチの動画の中で、そういうふうに、言った回もね実はあるんですね。ただ厳密に言うと、伸びてるところを感じるっていうのはNG になりますね。実は神経がこれは絡んでくるんですけれども、簡単に言いましょう。人間って、意識したところは力が入るんですね。はい、なので筋トレしてる時に例えば縮んでる筋肉を意識するとかは OK なんですけれども、ストレッチの時に例えば伸びてるところを感じちゃうと、せっかく緩んでってね、伸ばしていきたいのに、意識して力が入ってね縮んでってしまうんですね。そうするとストレッチの効果がね半減してしまうので、できれば、意識をしない方が、いいんですけれども、僕はなんでね伸びてるところを感じてくださいって言ったかっていうと、伸びてるか伸びてないか分かんない人も多いんですよね。例えば、首のストレッチ伸ばしてるはずなのに肩が上がっちゃっててね伸びてない場合もあるんです。こういう時に、こういう時に伸ばしたいところをね意識しないです。このままほっといてもね、なかなかストレッチをかけることっていうのは難しくなってくると思うんですね。正しくは、反対の作用をする筋肉の、収縮を意識するといいんですね。例えば腕が見やすいので腕でやりますが、こっちに曲げてくるときは上腕二頭筋が、縮んでますね。上腕三頭筋が伸びてます。でこっちのときは上腕三頭筋が縮んで上腕二頭筋が伸びています。ということは、例えば上腕二頭筋のストレッチ、こういうふうに上腕二頭筋のストレッチをかけたいときは上腕三頭筋の収縮を意識した方がいいんですね。これが全てのね場所でできるんであれば、収縮箇所を意識するっていうのはいいと思うんですけど、動画でね例えば運動全然したことない、ストレッチしたことない人が見て、反対の筋肉の収縮を意識して伸びてるところはあまり感じないようにしてくださいって言っても、ちょっとちんぷんかんぷんになるような気がしたので、あ、ここが伸びるんだみたいの分かってから、違う方にね意識を持っていったりした方がいいのかなと思うんですよ。そういう意味で、例えば伸びてるところを感じてほしいっていう風に、僕もお伝えしたことがあります。で、僕がパーソナルトレーニングの指導の時にどういう流れで言ってるかっていうと、セルフで行ってもらうストレッチを教える時は、まず伸びてるところね、ここが伸びますよっていう意味で、感じてもらってます。そこが正しく伸びるのが分かってから、まず呼吸にね意識を集中してもらうんです。そうすると少しね伸びてるところの意識が抜けていきます。で、呼吸に集中した状態が少し慣れてきたら、縮んでるところを意識してもらっていくんですね。徐々に段階を踏んでね、実は教えていってます。いきなりね例えばここの収縮を意識してくださいとかっていうと、もう本当になんかね変な形になっちゃう人とかも多いので、1000人以上の方がね、見てくださってるので、なるべく分かりにくい言い方はしないようにはね、してるんです。ただ、神経的には、意識すると力が入るのでストレッチ効果は半減するっていうことは、ぜひ覚えておいていただければと思います。ということで、筋肉は意識すると力が入るので、ストレッチの時は意識しないようにしましょうというのが一応今日のお話です。ただね難しいので、なるべく呼吸に集中してあげるようにする。で、伸びてるところが分かんない人は初めはね伸びてるところを感じてもいいかもしれないですね。ここが伸びるんだっていうのを理解した上で、進めてもらうと僕はいいかなと思います。はい、本日はね、トークになりましたが以上とさせていただきます。私のこちらのメインチャンネル、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それからツイッターのフォローもお待ちしております。本日もご視聴ありがとうございました。